まあ、去年に比べてあんまり試合に出れない状況続いてて、まあ、苦しい状況ですね。でした。肉離れして、まあ、いろいろルバンとかも、ね、あったと思うんで、まあ、自分でそういう怪我しちゃって試合数、公式戦の試合数とか減らしちゃったと思うんで、はい、まあ、悔しいですね。折れない気持ち、めっちゃ難しいと思いますけど、まあ、やっぱプロでやってる以上はどんな形でもやっぱチーム貢献しないといけないっていうのもありますし、まあ、練習からいろいろ声かけたりして、まあ、その中でも自分の気持ちも切らさずやっていかないといけないと思います。まあ、正直なくはないですよ。悔しい気持ちがないと上には上がっていけないと思いますし、自分自身も。でも見返してやろうっていう気持ちですけど、ここに戻っていってからか、まあ、そういう、まあ、いろんなチームを見てね、まあ、いろんな経験したんで、ん、切り替えっていうかっていう部分とかも聞いたりして、まずは、ん、自分がやんないとチームに貢献できないっていうって言われたことあって、まあ、なんとかしてチーム貢献したいばっか先走ってたんで、けどまあでもよく考えたら、まあ自分がちゃんとやんないと下からもついてこないと思いますし、まあ、自分がパフォーマンス上がったチームも上がっていくと思うんで、はい。でも試合に出たい、勝ちたいですね。まあ、試合で出たからって負けちゃったら楽しくないと思うし、勝たないと何も見えてこないと思うんで、まあ、やることやって、まあ、粘り強く、はい、やってって、まあ、ふざけるとかふざけて、やるとかしっかりやるっていうの、はい。